平成29年度第46回商店野球試合の開始式を行います。開会の挨拶、沖縄県高等学校野球連盟会長上原昇が歓迎の挨拶を申し上げます。
開催、ただいまご紹介いただきました全日空沖縄支社の近藤でございます。いつも ANA をご利用いただきましてありがとうございます。この場をお借りして、感謝申し上げたいと思います。先ほどお話がありましたが、この招待野球も、今年で46回目ということで、 ANA としてもこの歴史ある招待野球を今年もお手伝いできることを、嬉しく思います。そして早稲田実業学校の皆さん、メンソーレようこそ沖縄にお越しいただきました。沖縄は今梅雨の時期ですが、皆さんを歓迎する意味も込めてかも分かりませんが、最高の天気となりました。そして、今年沖縄を代表するのは沖縄尚学高校、三郷工業高校、未来工学高校、興南高校の4校です。皆さんは日頃夢に向かって猛練習を積み重ねていらっしゃることかと思いますが、その成果をこの機会に十分遺憾なく発揮していただければと思います。そして互いに切磋琢磨し、有意義な2番にしていただければと思います。白球にかける思い、それはチームの皆さんは、チームでプレーする皆さんはもちろんのことですが、チームの部長、監督、マネージャー、そして選手のご家族の皆様、関係者の皆様、それぞれの思いを背負っているかと思います。その思いをこの2日間で一丸となって頑張って、いただければと思います。 ANA も夢を乗せる翼として甲子園の出場、そして優勝という皆様の挑戦を少しでもお手伝いできると思います。それでは千葉寮頑張ってください。ありがとうございました。
横山優斗、板谷龍太、手塚龍志、吉田慎太郎、よろしくお願いします。これをもちまして第46回ショート野球試合の開始式を終わります。両チームの選手は試合の準備をしてください。会場の皆様、ご協力ありがとうございました。